怖ゾーン激ムズやから。あ、なに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 、嘘ー、マジで、マジかよ。どうするスネーク。あー、こんなに近いと外す方が難しいわ、ね、ウルフ武器を前に投げて。お、美女、こんな美女だったとはな、とか言って、なんか絶対そんなこと言うんやろスネークは。こんな美女がのこのこと戻ってくるなんてバカな男。うん、女のスナイパー。ほらほらほら、興味津々、興味津々。世界の一流暗殺者の 65% が女だ。そうなん、知らないの。ここで死ぬか、あの女の死を確認してから死ぬか、どちらを選ぶ。死ぬのはお前を殺してからだ。かっこいい。少しは芯があるんだ。胸元。私はスナイパーウルフ、狙った標的は必ず自分の手で倒す。狙った獲物は逃がさない。お前だけは。おっと、私が狩る。おっとおっとおっと、わかった。これは逆か。あ、標的に印をつけたわ。忘れない。お前を仕留めるまでお前しか見えない。みんな惚れてくな。みんな惚れてく。なんやねんこのハーレム系か。実はハーレムエンドちゃうかこれ、そのうち最終的にはなあ。女の子 4,5 人となんかドライブしてるみたいな感じでエンディングなるんちゃうの。うん、はいはいはい。そうねそうね、みんな惚れるな、羨ましいな。ウルフの胸元とかすごかったもんな、さっきの見た。あれで戦える、聞い散るやろ自分でも。ちょっと位置が、服の位置がってなるやろ。思ったよりタフな男。俺が誰だかわかるか。いつか貴様に会うことになると思っていた。会うっていう字がまたその会うかよ。俺から光の部分を奪い去った男。お、貴様のおかげで俺は誰誰誰誰誰、めっちゃ怒ってはるけど。俺は貴様にポジティブな部分を奪われた男だ。多くの兄弟たちの犠牲の上に生まれ落ちて以来、まさに30年ぶりの感動の対面だ。光と闇の名。光と闇の名。え、なになになに、誰なの。この男のゲノム情報が必要なの。うん、殺す前に生きた組織をもらう、うん、ゲノム兵たちの奇病を治療するために。それで治る。いや、ビッグボスのゲノム情報を手に入れなければダメだ。ヤツらは交渉に応じたの。まだだ。あいつらが交渉に応じるはずはない、うん、あの連中は偽善者ばかり。クルド人としての意見か。いつも政治を優先する。心配いらん。奴らが何よりも避けたいのは新型核兵器が明るみに出ることだ、うん、ボス、スネークがお目覚めのようです。マジか。どうなの、捕まっちゃったってことやろ。あー、これ最初の金髪か。確かに似ているところもあるよ。すごいこれ囚われ方してんな。我が弟よ。弟？いや、兄貴というべきか。あ、これがあれか。そんなことはどうでもいい。リキッドか。お互いビッグボスの息子たちの。じゃあな、オッケーオッケーオッケー、リキッドスネーク。俺だ。そうか。で、ふざけた奴らめ。怒ってる。わかった。レイブ、すぐに行く。奴ら交渉に応じない。予定通り10時間後に一発目を発射する。マジかよ。やめとけやめとけ。アメリカ人め。読みが外れましたね。これほど強気に出てくるとは。臆病者のホワイトハウスらしくない。それとも何か切り札を持ってるのか。さあ、とにかくこれで記念すべき新型核弾頭の発射に立ち会えるわけですね。うんうん、これオセロとかなんでないから。あと頼むぞオセロ。うん、せやな、オッケーオッケー。お前はどうする。私のショーを見ていく。ああ、そうや。私は興味がない。家族に食事をあげる時間だ。
胸元。家族体内におんの？私の将より狼の方がいいか。なるほどね。オセロット、局長のようにしくじるな。狼に育てられたんか、ウルフは。あれは事故だったんです。ただの民間人があれほど我慢強いとは。おそらく催眠療法による精神防壁が張られていたんだ。うんうん、ボス、あの忍者は12人もやられた。あの男はすでに正気を失っている、うんうん、私も腕を。そうやったな。どうして奴がここに。俺たちの中にスパイがいるかもしれん。マンティスは死んだ、うん、ベイカー社長とオクトパスの死因も調べねばならん。人手が足りない。無駄な時間は取れんぞ。拷問もほどほどにしろ。拷問？俺は事情聴取ですよ。どちらでもいい。怖え。じゃあな、兄弟。オセロットは拷問が大得意なんですよね。さあ、アピールすんな、お前。女はまだこの世界にいる。メリル。また、楽しみましょう。完全にもなんか女気取ってんな。あの女は標的を決めると他には盲目になり、時には恋愛感情さえ持つようになる。なんでさっきからケツと胸しかアピールせえへんねん。これで二人っきりになれ。カメラワーク悪くはない。回転ベッドで熟睡させてもらった。一人で寝るにはもったいない。そいつはよかった。このベッドは優れもんだ。じっくりと教えてやる。これからな。俺の装備品はそこにまとめておいてやる。しかしワシントンも大胆な賭けに出たもんだ。よっぽどお前の働きに期待しているんだな、運び屋。やはりメタルギアに装備されているのは新型の核弾頭なのか。ああ、詳しくはキャンベルにでも聞いてみたらどうだ。大佐に。ところで、あの光ディスクはベーカー社長から預かったものだな。それがどうした。光ディスクはあれだけか。他にデータは。何のことだ。コピーはないんだな。なければいい。さあどうなる。メリルは無事なのか。女は死んでいない、うん、ウルフが気まぐれを起こしたおかげでウルフだが、これからも生き続けられるかどうかはお前次第だ。鍵を持ってたろ。残り2つの鍵はどこにある。あの鍵の仕掛けとは何だ。仕掛け。あのタヌキ社長が仕組んだとかいうトリックのことだ。ほうほうほう。知らん。なになになに。まあいい。これはゲームだ、ソリッドスネーク。お前がどれほどの男か試してやる。我慢できなくなったら服従しろ。そうすればやめて。何すんの。だがその時はあの女の命をもらう。え、何すんの何すんの。ゲームすんのかな、もしかして。丸ボタンを連打すればライフが回復する。ゲームすぎる。服従したければセレクトボタンを。ゲームすぎる。ライフがなくなるとゲームオーバー。なんでこれちょいちょいゲームな。丸連打したやろ。僕が連射パッドを使おうなどとは思うなよ。レンコン禁止ですわ。高圧電流が貴様の体を流れる。短時間であれば命に別用はない。レンコン禁止ね。みんな気をつけて。そういうのやったかよ。そういう趣味はない。まだ余裕があるようだな。はい、早くミニゲームさらして俺に。お前は戦争捕虜ではない。ミニゲームして。お前は早く。ジュネーブ条約も関係ない。ここでは誰も助けてはくれ。連打めっちゃ早いね俺。思いっきり感じてくれ。感じてくれってどうした。気にすることはない。よし、うん、そろそろ始めよう。よし、丸ボタン連打ね。わかしわかしわかし。丸ボタン連打したんやろ。では行くぞ。早早早、もう準備して準備してる。持ち方変えたからもう俺。早い早い。オラ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 。なめんな、俺の連射マジ半端ないんじゃよ。よっしゃ、耐えた。どうだ、聞くだろう。もう一度。まだまだあんの。オッケーオッケー。オラオラ。やべ、早い。結構強い、結構強いぞ今回は。よっしゃ、来い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 。ああ、足の腕が限界じゃ。もうええやろ。苦渋するか。ああ、無理。どうだ。ちょっと待って。まだ終わらないぞ。オッケー、任せ任せ。よし。タ
イム投げタイム投げヌンよしもういったいけたなかなか強情なやつだいけたろ今回のところはこれくらいにしておこうさすがはボスの兄弟汗だくやあの男若いが大したやつだよ、うん、ハインドで F16 を撃墜するとはなハインドあのプロジェクト、うん、レスエンファントステレブレスも失敗ばかりではなかったということなんてレスエンなんてあんなやつは見たことがない、うん、やつこそ私の夢を実現してくれるかもしれん、うん、お助けてくれるもうこれで、あ、またこの画面ね。いやいやいや、 A ボタン連打ゲーとかなかなかないよなこの時代な、すごい時代やってんなこの時代は。でもこれどうやってダッシュする、お、あーほんほんほん、こんな感じね。ハチマキだけは取らんといてくれたんやな。誰ダーバ局長、ウジ虫湧いてない、うん、ひどい匂いだ、うん、お、そう、本格的に引いちまった、知らんかなあの雨、俺の服を、俺の服を、あの雨、俺の服を、これどうせここに何かあんねやろ、ないか、え、これ電話できんのかな、電話できんの、なんでなよう分からへんねんけど、普通それも奪うやろ、大丈夫か裸やし右一応な、メリルさんは奴らに捕まってしまった、うん、はあ、そうか、キャンベルさん、ああ分かってる、スネーク、政府は彼らの要求に応じないことを決定した、うんうん、今時間稼ぎを試みている、 OK、 そうやってそう白を切っているつもりだった。そうなんですよ、大佐なんか知ってそうな、確かにメリルのことはすまないと思っている、だがこれ以上の隠し事はやめてもらおう、うん、何のことだ、メタルギアは新型核弾頭発射のために開発されたそうだな、やはり初めから知っていたか、何なんこの人、なぜ隠していた、すまない、一兵士には話せないというわけが、変わったなハンター、攻められてる、メタルギアと新型核弾頭開発ホワイトハウスはどこまで絡んでる、どのレベルまで、少なくとも大統領は昨日までレックス計画のことを知らなかった、必要なものだけに知らせる、うん、ニーズトゥーノーの原則か、核爆発のない未臨界実験でも大騒ぎされる繊細な時期だ、うん、厄介事ってわけだ、その上大統領は明日ロシアの代表とスタート3の調印を行う、なるほど、タイムリミットはそのためか、そうよスネーク、だから今回のテロが公になると大変なの、うん、スタート3どころではない、スタート2の批准承認や TMD の問題も蒸し返した、大統領の信用どころか我が国の権威失墜につながる、それで隠密行動か、都合のいい話だスネーク、奴らを食い止めてくれ、うん、勝手なことを、うん、君が頼りなんだ大佐、うん、新型核弾頭の正体を、何度も言うが内容は知らん、大佐絶対知ってる、それほど逼迫した状況ならなぜ奴らの要求を飲まない、ビッグボスの死体などくれてやればいい、それはそれともどうしても要求を飲めない理由があるのか、まだ俺には話していない理由が、大統領は生命倫理にも厳しい政策を発表してきたの、軍でゲノム兵が実用されていたことを知られたくないのよ、うん、本当にそれだけか、もうスネークかわいそうになってきたな、はい、すまない、全部隠されて、今一人で今俺の隣にダーパ局長の死体が転がっている、かわいそうに、だが妙なんだ、うん、死後数日は経ってるように見える、血液も抜き取られている、血が抜かれている、腐敗を防ぐためかしら、わからん、局長が亡くなったのはほんの数時間前でしょ、うんうん、そうなんす、そうなんす、にもかかわらず局長の遺体はかなり傷んでる、どういうことかしら、血液に何か重要なものが、お、いいえ、ナノマシンや発信機なら考えられるけど、局長は起爆コードを喋ったんだな、ああ、
奴らはパルをすでに入手、発射準備を始めているらしい。まずいな。発射を防ぐ手立ては起爆コードを無効にする緊急解除装置があるらしい。なんだ。アームステック社が密かに開発していたものだ。特殊な鍵を3つ差し込んで解除するようだ。その鍵は今のところ1つしか手に入れていない。そう、あとの2つの鍵のそれよう奪われんかったな。と言っても囚われの身だから仕方がない。鍵は後回しだ、うん、メタルギア自体の破壊を優先しろ。破壊ね。独房の君に全てを託すのも酷だが君しかいない。そこから出て通信塔へ向かってくれ。通信塔ですね。了解です。それと、うん、なんだ、メリルか。ああお前助けるさ。ほんますごいな。すまない。優しい、優しいね。とりあえずこっから脱出やな。あのハクションハクション言ってるやつからな。オッケーオッケー。でもちょっとね、私今疲れた。さっき A ボタン連打でね。というわけでセーブしてちょっと休憩しようと。大丈夫スネーク。うん、大変なことになっちゃったわね。かわいいな。何、捕虜になったというだけだ。全く予想外の状況というわけじゃない。さすがは伝説の英雄ね。でも無線機が自傷骨埋め込み式でよかったわ。なるほどね。敵に取り上げられずに済んだし、お金でいつでも連絡が取れるもの。そういう素晴らしいシステムやったんか。確かめられる。とりあえずかわいいな。キャンベルさんに連絡してみたらどう。下下もう下で。あの人なら何か聞かせる方法を考えつくかもしれないし。オッケー、じゃあとりあえずセーブしましょうか。よし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 。さて、ほんでや、アクション。どうしてん。おうおう、寒いのか。ああそれねそれね。あのあまそうそう。じゃあしゃべ、電話させて電話させて。ちゃ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 。で、とりあえず全員に電話してみる。マスター。おいマスター。軍人は捕虜になった場合、ビッグ4、つまり氏名、認識番号、階級、生年月日以外は口にしてはならない。はあ、だが、今のお前は軍人ですらない。ね、ビッグ4って。何一つ喋ることは許されんぞ。なんかめっちゃ怒ってんねんけど。キャンベルと連絡を取ってみたら。取った取ったもう。めっちゃ怒られたよな、今。絶対言うなよって。メリルは当然、メリらへんやろ。ナスター社、こいつ役立ったことないよな。たまに役立ってよ、お前。たとえ捕虜になったとしても、脱出のチャンスがないわけではない。諦めずに隙を伺うんだ。なんかちょっと怒られてるな。キャンベルに指示を仰いでみてはどうだ。キャンベル押すな。めっちゃキャンベル押すな。ファン。ファンはダメ。こんな時こそファンやろ。オタコン。オタコンは？お、来た来た。オタコン、まだ無事か。お、いいねいいねいいね。どうしたどうした？ステルス迷彩の。あ、せい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 。お前ちょっとセコイの持ってたな。お、助けてほしい。そう来ると思った。うん。何をしたらいい？奴らに捕まった。独房で休憩中だ。休憩中だ。近くに大きな拷問機がある。うんうんうん。あ、分かった。今近くにいる。お、すぐ行くよ。マジでマジで。頼む。やった、来てくれるやん。大佐は？もう一回なんか大佐になんか電話せえってめっちゃ言ってたよな、さっきの。スネーク、大丈夫か？うんうんうん、うん。なんとか。メリルさんは。これ同じちゃう？奴らに捕まった。あ、これ同じやな。はい。じゃあとりあえず待ってたらいいんかな。おい、おい。静かにしてろ。おい、静かにしてろ。おい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 、どうしたんどうしたんこれ、うるさいぞ。めっちゃ怒られた、めっちゃ怒られた。隠れとくかとりあえずな。遊んでどうする。え、遊んでどうするって言われた。これが遊んでるように見えるのかお前には。こっちは必死なんだよ。これ待っといたらいいんかな。よいしょ。無理やんなこれな。くしゃみしてる。こっちの方が寒いわ。叫んだよ。オタコン。うるさいぞ。オタコンまだ？ん？待ってたらいいんかな。ちょっと遊んでおこうかこれじゃん。じゃあ。遊んでどうする。遊んでどうする。なんでちょっと変な喋り方なの。遊んでどうする。なんでなん？謎やな。来てる？オタコン。オタコン。これこいつには見えへんやろ。ダメだ。くしゃみして。え、なんかやっぱ背中のかな。え、でもここトントンするぐらいしかないよな。うるさいぞって怒られるし。お、なんか来たなんか来た。スネーク、ほうほう、ショータイムだ。はいはい。オセロットが呼んでる。はい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 。お、なんかイベント来た。てん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 。あれ、あいつは。オタコンは。オタコンどうした。いいか、
もう一度言うぞ。はいはい。丸ボタンを連打すればライフが回復する。マジで？服従したければセレクトボタンを。え、これもしかして服従せなあかんの？ライフがなくなるとゲームオーバーだ。あ、飛ばせ飛ばせ。え、ちょちょ、とりあえずもう一回行こう、もう一回行こう。オラ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 。余裕じゃい。なかなか強引。あ、飛ばせ飛ばせ。オッケー。え、これ何回もせなあかんのかな？え、やっぱ服従が必要？なあ、どうなん自分。なあ。静かにしてろ。え？隠れるか。おお、来た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 。スネーク。お、大佐大佐。どうだ。うんうん。大丈夫か。大丈夫大丈夫。ああ、状況は変わらない。おお、話すんだ話すんだ。スネーク、私にできることある？オタコンは？うん、腕が痛い。そう。かわいそう。かわいそうに。なだめてくれた。なだめてくれたわ。はない。デキセドリンは投与しなくていい。デキセドリン。性欲を持て余す。何を言うてんねん。それだけ元気があれば大丈夫。何言うてんの、スネーク。コントローラーを腕に当ててみて。来た来た、わかった。あなたの痛みを癒してあげる。今やってるぜ。じゃあ、行くわよ。おー。どう、スネーク。少しは楽に。ごめん、バイブないねん、なんか知らんけど、俺のコントローラー。ナノマシンの専門運動機能を使って。これ何なん、この要素。金銭を刺激してみたの。今の私にできるのはこのくらいだ。ゲームすぎ、君たち。何か話をしてくれ。苦痛を紛らわしたい。メイリンちゃんがいい、俺。どっちかというと。何でもいい。お、なんか。私、自分から話すのが苦手。もしかして語るやつ。君のことが聞きたい。君のこと話してくれ。私のこと？くどくなよ。こんな時。難しいわね。家族は。私には愉快な話題じゃない。愉快。俺には家族はいない。いや。うわー、ちょっとこれごめんみんな。父親を名乗った男がいた。聞いてあげて。逆に右語り出したね。殺した。スネー、殺した。スネーク語り出しちゃったよ。ボスか。おお。ビッグボスか。君が知らないのも無理はない。曲6年前ザンジバーランド流行りのザンジバーランドで真相を知る者は今では私とスネークだけだから。そうなんや。そんなザンジバーランドやたら押してるけど、ビッグボスは本当にあなたの。そのゲームあったんだよね。それだけは事実だ。あなたはそれを知っていて、あれやな、セーブ的な曲やな、これな。なんかガンマン、ガンマンを彷彿させるな。それを望んだからだ俺も。そして奴を。何してんのこれ。オタコン待ってるから今。親殺しなんて。めナオミちゃん引いてもうたし。トラウマだ。引いてもうた。マンティスの言う通りな。ボックスハウンドを離れたのは、そのせいなの。アラスカの厳しさが心地よかったのは確かだ。はい。スネーク。スネーク。私も。本当の家族はいない。お前語り出さんよな。大学まで進学させてくれた兄が一人。血はつながってない。はい、兄といっても年は随分離れていたけど。うんうんうん。その人はもういない。あー、死んじゃった。そうか。スネーク、恋人とかいるの？一度戦場での緊張状態を経験すると日常生活では誰も信用できなくなる。はい。友達は友達はいるのか、お前。キャンベル大佐。食べ、食べて。急にまだ私を友人と呼んでくれるのか。急にそういう要素入れてきた。いや、ナオミちゃん心なしかちょっとフランク興奮してない。フランク・イエーガー。ビッグボスから最も信頼され、舞台内で唯一フォックスの称号を与えられた。スネークゼメみたいになってない、ナオミちゃん。大丈夫？俺は奴からいろんなことを学んだ。スネータイトなカップリングよ。殺し合ったんじゃん。確かにザンジバーランドで俺はヤツと戦った。だが敵意があったわけじゃない。それぞれ敵と味方に振り分けられていただけだ。そんな友情なんてありえないか。ありえないか。戦いは友情を終わらせるものではない。うん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 。そんなのおかしい。戦ったら友情生まれもんな。最初に会ったのは戦場だ。ヤツはアウターヘブンで捕虜となっていた。最初か。しかし俺には奴が捕虜には見えなかった。はい。あくまでも冷静に的確に
新米だった俺をサポートしてくれた。ええやつやな。それから親密に。親密に。いや、プライベートでの付き合いはない。ナオミちゃんなんかそういうとこ突っ込んで質問してくるな。やっぱそういうあれか。趣味あるんかな。敵対する関係になっていた。俺たちは地雷原の中素手で殴り合った。奇妙なほど健全な時間だった。正義も悪もない。スポーツのような一体感があった。おかしいわ。それもただの暴力よ。引いてる、また。また引いてる。ああ、そうだと思う。まあ俺も引いてるけどな、この会話にな。あの忍者はどう説明がつくの？わからない。あなたの遺伝子には殺戮を誘発するものが書き込まれているのよ。妙にこだわるな、その話。確かにな。君はどうして遺伝子の研究を？私、両親の名前も顔も知らないから、自分は一体誰なのか、それが知りたかった。それで DNA を。そう、私は遺伝子を突き詰めることで、私のアイデンティティを取り戻そうとしたのね。ゲノム情報を解析すれば、人の遺伝子に秘められた私の空白の記憶を取り戻せると思った。そこに記憶はあったのか？わからない。ないか。でも人の運命までもがたった4つの塩基配列で刻まれているなんて。俺の DNA の未来は？俺の塩基配列は知ってるんだろ？あなたに未来ないの？未来はごめんなさい。え、わからないわ。ああ、よかったよかった。ないんかと思った。君は科学者だ。未来はないわ。預言者じゃない。長かったな。ほんでで、どうしたやの？そこそこ。なななな。どうしたどうしたい？おお、どうしたどうしたどうした？どうした？うん。腹が痛いか？大丈夫か？止まらん。興奮してるみたいに。いやー、ケツ押さえてない、あれ。どっか行った、どっか行った。よし、これで来るんちゃう？じゃあ。違う？電話した方がいいか？電話しようか、一回。オタコン、ほれ、早く来い。今チャンスやぞ、今。ちゃうの？オタコン。怒ってる。今そっちに向かってるよ。意外とせっかちなんだね。すまんすまん。居心地がいいんでな。時間が経つのが長く感じる。了解。できるだけ急ぐよ。オッケーオッケー、早く来て早く来て。待ってたんやんかな、これ。どうやろう。とりあえず、この下やろ。なあ、とりあえずここやろ。来る？あ、来て来て、なんか、パチャンと落とした。オッケーオッケーオッケー、来た？おい、こっちだ。おっしゃ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 。ナイスナイス。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。